宇垣美里は、フリーアナウンサー、元 TBS テレビのアナウンサー。兵庫県神戸市タルミク出身。兵庫県神戸市タルミク出身。2歳からピアノを習い、ピアノ発表会や小学校時代の音楽会にてピアノを演奏。2004年からは、神戸市立歌時期山中学校に入学。中学時代の学業成績は、オール語。文化祭での吹奏楽部の発表や、 合唱コンクールでのピアノ伴奏さらには、生徒会長と多忙な中学校生活を過ごした。2010年4月兵庫県立長田高等学校、卒業後、同志社大学政策学部に進学。同志社大在学中は、国際政治学について学んでいたため、ゼミでは民族紛争の研究をしており、セルビアにゼミの旅行として赴いた経験がある。元来は、 文書の執筆が得意だったこともあり、テレビ局の報道局政治部記者の職を志望していたが、大学のセミナーで記者向けのゼミが見つけられなかったことで、同じく発信する仕事として、うがき自身は雲の上の存在であったが、アナウンサー職向けのセミナーを受講し、アナウンサーを目指すこととなる。2011年にはミスキャンパス同士者に出場して、グランプリを獲得し、 軽料理屋でアルバイトをしていた時期もあり、お酒について学んでいる。2014年3月、同大学卒業後の同年4月、TBS テレビに入社し、研修期間に入る。この間、7月19日から8月31日まで行われた、夏サカス2014デリシャカス。番組グルメでおもてなしでは、同期入社の皆川麗菜、品田良太と共に、デリシャカス食べ歩き隊として、 イベントの PR を行った。古谷由美の公認として、ブリッツパワープッシュの担当を皮切りに、テレビラジオの各番組への出演を2014年9月29日に開始。テレビでは後日のバラエティ番組に多く出演したほか、朝の情報番組、朝ちゃんのニュースコーナーも担当していた。自身がレギュラーを務めている番組、 アフターシックスジャンクション2019年2月5日分の OP にてうがきやめますと言って TBS テレビを3月末に退職しフリーアナウンサーとして活動していくと発表した TBS テレビを2019年3月31日に退職当日はレギュラー出演していたサンデージャポンに MC として出演これが曲ナとしての最後の仕事となった 翌4月1日より、オスカープロモーションに所属することを発表した。テレビラジオ単発出演など、テレビドラマ吹き替えゲームアナウンス部同期は、皆川麗奈、品田亮太、笹川ゆり。爆笑問題の大田光が前日出演した、他局の生放送番組での怪我で欠席したため、急遽 MC を担当することになった。S19 指示の代替番組上記プレイボーイの、 コラムの抜粋にとり、おろしのグラビアを収録した、フォトエッセイ集。ありがとうございます。